2010年ノルマンディ上陸作戦の歴史再現イベント本校では第二次世界大戦中のアメリカ陸軍の軍服について記述するヨーロッパ戦域における陸軍不評の最も基本的な野戦服がこのフィールドジャケットである M1941 フィールドジャケットと M1943 フィールドジャケットの2種が存在するが有名なのは M1941 フィールドジャケットの型であり、GI の象徴となった。陸軍は1941年5月6日に M1941 フィールドジャケットを野戦服として承認した。正式名称は、ジャケットフィールド OD である。主要国の軍隊が、通常勤務も野戦も同じ軍服を使用していた時代にあって、 初めて戦闘のためだけの制服として採用されたのが、このジャケットである。ジャケットの使用は、第三軍団司令官、パーソンズ将軍により決定され、平常服の代わりとなる民間のウィンドブレーカーに似た、動きやすいジャケットにすることがコンセプトだった。明るいオリーブドラブ色のコットンポプリンで製造された、丈の短いショートジャケットであり、裏地はフランネルだった。打ち合わせをジッパーと、 ボタンで二重に止めることができ、首元まで閉じることができるが、通常は一番上のボタンは外して、解禁着用した。上襟の裏には、短いタブとボタンがあり、襟を立てた状態で止めることができた。左右の前身頃には、開口部が斜めの切り込みポケットが2つついているが、ポケットに蓋はなかった。この明るい OD 色のショートジャケットを普通の、 オーディー色のウールシャツとズボンの上に着、ジャガわのサービスシューズを履いて、レギンスを巻いたスタイルが、ヨーロッパ戦域のアメリカ不評の一般的スタイルだった。しかし、M1941 フィールドジャケットはいろいろ、問題が多かった。まず防寒性が不十分であり、雨から身を守ることができなかった。明るい色だったので、汚れやすい上に、洗浄で目立ちやすかった。襟と袖口は、 すれやすく、ジッパーはすぐに壊れた。こうした欠点の克服のため、M1943 フィールドジャケットが誕生して1944年末頃から徐々に切り替えられていくが、その支給が不十分だったため、結局、M1941 は終戦まで広く使用され、続けることになり、GI の象徴であり続けた。コットンポプリン製は耐久性が低いため、 現存する M1941 は、襟や袖にダメージを受けているものが多く、程度の良い,い現物の入手が困難な一品になっている。1944年末頃から M1943 フィールドジャケットの支給が開始された。これは、被服の統一化を求める陸軍受品化の要請で、それまで不評、戦車兵、高下兵、 山岳部隊でバラバラだった戦闘服を統一し、かつ欠点が多かった M1941 を更新するために作られたものである。色は緑がかった OD 色のコットンサテン製であり M1941 より丈が長く、前打ち合わせは6個の隠し、ボタンで止めた。胸に2つの貼り付けポケット、腰に2つの切り込みポケットがあり、どちらも隠し、ボタンで、 V 字型の蓋を閉じることができた。イタリア戦線の部隊から支給が開始されたが、直後に採用されたアイクジャケットとのパワーバランスや補給の問題もあって終戦までにヨーロッパ戦線のすべての部隊に行き渡ったわけではなかった。緑がかった OD 色の HBET を使用した作業服である。もともとは後方で作業を行うための服だったが、戦闘にも多く使用された。 HBT 作業服にはつなぎとツーピースのものがある。つなぎ作業服は戦車兵の主要な軍服として使用され、ツーピース作業服は太平洋戦域など高温地域の不評の主要な戦闘服となった。最初に登場した HBT 作業服は M1938 つなぎ作業服だった。戦車の整備作業や狭い車内活動に向いていたため、 戦車兵に広く使用される戦闘服となった。また、太平洋戦線では、当初つなぎ作業服が、不評や戦服として使用されたが、用を足しにくく不便だったため、やがて、太平洋戦域の将兵は後述する、ツーピースの作業服が、戦闘服となる。つなぎ作業服の前開きは、ひよくじと手の隠れ、ボタンになっており、腰には、金属製バックルがついた布製ベルトが、 縫い付けられていた両胸に貼り付けポケットがあるが左胸ポケットは上部も縫い付けられており開口部が服の内側にあった右胸ポケットは通常の上を開口部にしたポケットであり2つきだった腰には左右に切り込みポケットがあった腰ポケットの後ろには下にはいたズボンに手を伸ばすためのスリットが入っておりこのスリットはボタン閉じができた 左右の尻にも貼り付けポケットがあり、右足の太もも内側部分に工具を刺すための細長いポケットもあった。M1938 は製造に手間がかかったため、簡素化された M1943 が登場し、M1938 と混在して使用されるようになった。これは前合わせが不均等な間隔で並ぶ露出した5個のボタンで止められ、胸ポケットは 左胸だけになり、右胸ポケットは廃止された。尻ポケットも、左尻ポケットが廃止された。ポケットは貼り付け型のフラップポケットになった。腰のポケットは、開口部が斜めになっている。袖も、シンプルになっている。薄い緑がかった、OD 色の HBET 製のジャケットと、ズボンからなる、ツーピースの作業服である。 太平洋戦線の将兵の多くがこれを野戦服にしていた。衣服が薄い点が高温多湿の太平洋戦線に向いており、蒸気のつなぎ作業服や欠陥が多かった。後日の M1942 名彩ジャングルスーツに代わって広く使用されることになった。ヨーロッパ戦線でも夏野戦服として使用された。M1942 ツーピース作業服は両胸に中央に、 箱型プリーツの入った貼り付けフラップポケットが付けられており、長方形の蓋はボタンで閉じる。蓋とポケットは左右下端が斜めにカットされた形状になっている。前合わせは5個のボタンで閉じる。腰にはウエストバンドがあり、前合わせを2個のボタンで閉じた。袖にはカフ部分があり、2個のボタンで調節が可能だった。あと見頃にはサイドプリーツがあり、 それにより腕の動きを円滑にしている。ズボンは左右の腰と尻に切り込みポケットがある。しかしこの初期型は凝った作りだったため量産に不向きだった上、戦闘服としては色が明るすぎたり、ポケットの収容量が少ないなどの欠点があった。そのため量産しやすい M1943 が登場する。これは色がやや暗いオーディー色であるほか、 前合わせは6個の黒い金属のボタンになり、両胸の貼り付けポケットのプリーツは中央ではなく、周囲にアコーディオン式に設けられた。蓋とポケットの左右下端の斜めカットされたデザインも廃止されてシンプルな四角形になっている。ズボンも切り込みポケットではなく、貼り付けポケットに変更されている。さらに1943年半ばに登場したと見られる。 M1943 の後期型では、上着とズボンのポケットのプリーツの位置が中央と下側になり、プリーツはポケット用生地の中央と下端を段折りした後に左右の端と下端を前身頃に縫い付けるだけというシンプルなものとすることで生産工程の簡略化が図られている。西方電撃戦におけるドイツ空挺部隊の戦果に驚いた。 陸軍省は1940年6月25日に空挺部隊の創設を認可した。空挺部隊専用の戦闘服として導入されたのが、ジャケットとズボンからなるツーピースの M1942 パラシュート効果併用戦闘服だった。正式名称はジャケットがコート、パラシュート、ジャンパー、ズボンがトラウザーズ、パラシュート、ジャンパーという、 薄いオーディー色のコットンポプリン製の上着とズボンであり、数回の洗濯で脱色して、単色に近くなった。上着には裏地はなく、前合わせは隠しジッパーで閉じた。両胸と両腰に蓋付きポケットが付いており、蓋は2つのスナップボタンで止められた。胸ポケットは斜めに縫い付けられている。腰にはバックル付きの布ベルトが付いている。 背中は動きやすいよう大きなプリーツが3箇所に入っていた。喉元には小さなポケットがあり、M にポケットナイフを収めることができた。ズボンには腰ポケット、尻ポケットのほか、左右のももに上位のポケットと同じ形の大きな蓋付きポケットが縫い付けられていた。ズボンの裾はジャンプブーツに託し込んで着用するため先端が絞り込んであった。 初期のモデルは裾に三角形のゴムがついており、足首にフィットさせていたが、量産段階では省略された。降下兵は、友軍から孤立して、補給を受けられず敵陣で戦うことになるため、大量の弾薬や食料、医療、医薬品などを持つ必要があり、M1942 にポケットが多かったのはそのためだった。 M1942 のポケットをパンパンになるまで詰め込んだ時は自分の力でタラップを登れないほどの重量になったという。M1942 のポケットが膨れ上がった異様な姿の米兵を見たドイツ兵はバギーパンツを履いた悪魔と呼んで恐れたという。しかし何度かの実践を経て M1942 は欠点が多いことが判明した。特に問題だったのが 生地が弱いので肘や膝がすぐに破れ、ポケットは重量に耐えきれず破損しやすかったことである。生産しやすい用軍服の統一化を推進していた受品化の方針もあって、ノルマンディ上陸作戦後、南フランスでの空挺作戦に使用されたのを最後に、M1942 の回収が行われ、空挺部隊にも M1943、フィールドジャケットが支給されるようになった。 マーケットガーデン作戦の頃には空挺部隊は M1943 フィールドジャケットを使用していたがズボンについては M1942 ズボンのように大きなカーアンコポケットとストラップを取り付ける回収作業が現地の基地で行われたという戦車兵の防寒被服として1942年3月と6月に陶器用コンバットジャケットが採用された黄色がかった オーディー色の防水性のあるコットン製のジャンパーである。前合わせはジッパーで閉じる。襟と袖と腰はウールニットになっている。タンカーズジャケットの初期型は左右の前身頃に貼り付けポケットが縫い付けられていたが容量が少なかったので後期型では開口部が斜めの切り込みポケットになった。タンカーズジャケットはウール製のシャツやズボン、HBT 作業衣との組み合わせて、 陶器以外にも着用された。また防寒性に優れていたことから、戦車兵以外も欲しがるものが多く、特に将校がこれを着ている写真が確認される。タンカーズジャケットのサイズ表記は当時としては、珍しい S、M、L という現代的なサイズ表記になっていた。コレクターの間でもタンカーズジャケットは、人気が高い一品だが、現物の多くは、ニット部分が、 虫食いのダメージを受けていたり、擦れることが多い部分が破れていることが多い。タンカーズジャケットと一緒に採用されたのが陶器用コンバットズボンである。ジャケットと同色のコットン製の胸当て付きズボンで、全体に毛縁の裏地がある。前面の胸当てから股までをジッパーで開くことができる。初期型は、肩紐の両端が縫い付けられており、腰の右側にのみ、 ジッパー開閉の切り込みポケットがあった。足首の外側に切り欠きがあり、締め紐が縫い付けられている。これに対して、後期型はサスペンダーの両端がボタンとクリップで留められており、腰のジッパー開閉の切り込みポケットは左右両方にあり、足首の外側の締め紐はスナップボタン付きのストラップになっている。茶色がかった OD 色のウールフランネル製のシャツとズボンである。 これは口述する通常制服の上着の下に通常勤務服として着用されたほか単体で野戦服としても使用されることが多くまたこの上に海百9 4 1フィールドジャケットを着用することもあったシャツには四角い貼り付けポケットが両胸に貼り付けられ四角い蓋をプラスチックのボタンで留めるポケットと蓋の左右カタンは斜めに カットされたデザインをしている。前合わせは7個のプラスチック製4つ穴ボタンで留めた。両袖のカフはそれぞれに2個のボタンで調整が可能である。このシャツと合わせるネクタイはモヘア、あるいはモヘアコンのネクタイで1942年2月までは黒いものを着用することになっていたが、それ以降はカーキ色の薄いオ d ディ色に変更されている。ネクタイ着用時は 第2ボタンと第3ボタンの間に挟み込む。ズボンはストレートズボンで左右の腰と尻に切り込みポケットがあり、右前部には切り込み式の時計隠しがあり、ズボン上部にはベルト同士がついている。尻ポケットには蓋がなかったが落ちるのを防止するため自ら蓋をつける兵も多かった。上記のウール製、シャツズボンと同型の夏用。 熱帯用のカーキ色のコットン製のシャツとズボンである。クラッシーユニフォーム、通称チノと呼ばれた。基本的に上記のウール製シャツと同型だが、前合わせのボタンの数は6個の場合があった。解禁着用でも襟元を閉じてカーキもヘアコンのネクタイを締める着用でもよかった。ネクタイ着用の場合は、ネクタイの先を第2ボタンと、 第3ボタンの間に挟み込むことになっていた。1941年9月には、第2ボタンの位置を少し下げることで解禁の場合に、襟が寝るようになった新型の血のシャツが出た。ズボンは、上着と同じ素材の血のパンであり、左右の腰と尻に切り込みポケットがあり、右前には時計、隠しスリットがある。ベルト同士には、カーキ色の布製 m 1 9 3 7 ズボンベルトを通すことができる。当初太平洋戦域でアメリカ軍が使用したつなぎの HBET 作業服の代わりとして1942年8月から支給が開始されたのが M1942 迷彩ジャングルスーツだった。HBET 生地のつなぎでありフロッグスキンと呼ばれる迷彩パターンが両面にプリントされていた。表側は緑、裏側は茶色の色彩が強い。 前合わせはジッパーで閉じ、喉元は金属製ボタンで留めた。左右の胸と腰に大きな貼り付けポケットがあり、四角い蓋を2個のボタンで留めるようになっていた。スーツの下には何も着ず、肌の上に直接着用したしかしジャングルスーツは高温多湿の太平洋地域では服が重たすぎ、着心地は熱すぎた。蚊か,から身を守る目的でつなぎになっていたが、 代弁するときに裸にならなければならないのでかえって危険だった。しかも太平洋戦域ではマラリアなどによりそうした場面が頻繁にあった。迷彩のフロッグスキンも動かなければ効果があったが動くとかえって目立ち逆効果だった。そのため前線ではすぐに使用されなくなり後方部隊に回されるようになった。前線兵士には1943年5月から 前述のツーピースの HBT 作業服が戦闘服として支給されるようになった。ただし動かない、狙撃兵にはジャングルスーツも有益だったという。1944年6月のノルマンディ上陸作戦に備えてツーピースの迷彩服も開発された。ノルマンディ上陸作戦に参加した一部の部隊に使用されたがドイツの武装新兵隊と間違われて、 味方に誤射される兵が続出したため、こちらも前線ではすぐ使用中止となっている。以上の通り米軍の迷彩服は第二次大戦では限定的な使用にとどまり、一部の部隊にしか支給されなかったため、一般には迷彩服を全軍に大量支給したドイツ武装親兵隊が迷彩服の先駆者であるとされている。なお、アメリカ陸軍で、 初めて本格的に使用された名彩服はベトナム戦争中の1965年に採用されたアドルである1939年の冬戦争でのフィンランド軍スキー部隊の活躍に触発された米陸軍は第1 3山岳士団を編成。1945年1月にイタリア戦線で初めて実戦投入された。同士団の一部が山岳ジャケットと 山岳ズボンという専用の軍服を着用した。山岳ジャケットの正式名称はジャケットマウンテンである。コットンポプリン製でウール地などの防寒用ライニングはされていない。外観の特徴は4つのフラップポケットである。両胸のポケットは大きな貼り付けポケットで周囲にプリーツがついており、口はジッパーで閉じるが、蓋にはボタンはついていない。 裾のポケットは切り込みポケットであるが、こちらはジッパー止めではなく、蓋をボタンで留める。ジャケット前合わせはジッパーとボタンで二重に閉じる。一番の特徴は背中のカーゴポケットであり、ポンチョやパーカーなどの衣服を収納した。重いものを背中に収納する場合に備え、ジャケットの内側にはサスペンダーもついていた。襟の裏には収納式のフードがついている。 腰には布ベルトもついており金属製のフレームバックルで留める。このジャケットの上には下記のパーカーを着用できた。三角ジャケットと一緒に着用する三角ズボンも上着と同じコットンポップリン製である。鏡や水曜また上がルーズフィットにデザインされている。左右に中央と周囲にプリーツのついたカーアッコポケットがあり、2つボタンで留めた。 腰ポケットは、ジッパー開閉である。左右の尻ポケットは、ボタン止めの V 字型フラップポケットである。三角ジャケットとズボンは、M1943 フィールドジャケットと似ているが、フードや背中のカーコポケット、袖口のタブ、ズボンのカーコポケットなどの特徴で見分けられる。第十三角師団に支給された m 百四十二スキーパーカーはリバーシブルになっているコットン製の、 パーカーである。黄色っぽい、OD 色の面と白い面がある。毛皮に縁取られたフードが付き、両面とも胸に傾斜した切り込みのフラップポケットがあり、ボタンで留める。腰と裾には紐があり、絞ることができた。後期型のパーカーはリバーシブルではなく、白のオーバーパーカーを重ねるようになっていたが、これが V までに実戦で使用されたか否かは議論の対象になっている。 第二次世界大戦が始まった時、陸軍航空隊2階層のパイロットの夏用の飛行ジャケットは1931年に標準服に採用された A-2 飛行ジャケットだった。このジャケットは第二次世界大戦前期を通じてあらゆる戦線で利用され、最も古典的な一着となった。ダークブラウンの馬鹿製で前開きはジッパー、襟元はハリホックで止められる。 襟は折り襟で襟の裏にはスナップボタンがあり襟を立てることができた袖口と裾はニットになっている左右の腰には蓋付きの貼り付けポケットがある肩にはショルダーストラップがあり将校はここに階級章をつけるエアフォースパッチを肩につけることもあり舞台のインシグニアを左胸に縫い付けていることが多かった A-2 ジャケットはパイロットたちに愛用され、飛行時以外にもよく使用された。パイロットたちの中には、ジャケットの背中に凝った絵を描くものもあった。絵は、自分の恋人だったり、ピンナップガールだったり、勇ましい戦闘シーンだったり様々である。陸軍は士気を保つため当初こうした絵を黙認してきたが、1943年末頃から、監視が厳しくなった。 この年の11月26日、B17 回爆撃機がドイツ空襲任務中に撃墜され、搭乗員のケネス・ダニエル・ウィリアムズ注イらが捕虜になったが、彼らの A-2 飛行ジャケットの背中には、マーダー・インコーポレーテッドという文字が描かれており、ドイツ当局はこれをアメリカが故意に住宅地域の爆撃を行い、恐怖を与えることを、 アメリカ政府が認めているためであるとウィリアムズ中尉の写真付きで公表した。批判の高まりを恐れた陸軍は以降ジャケットの背中の絵の監視を強化したのである。中国ビルマインド作戦地域のパイロットは中国国民党バタがあしらわれたブラッドチットを a マイナスに飛行ジャケットの背中に貼り付けることが多かった。ブラッドチットには不時着したアメリカ人パイロットが 連合軍側へ逃れることを援助するよう中国語で書かれていた。しかし、中国共産党軍の真っ只中に不時着した時は、帰って危険な目に遭うことが多かったので、やがて、ブラッドチットは背中ではなく、ジャケットの内側に縫い付けて、隠すようになった。A-2 飛行ジャケットの下に着用されることが多かったのは、A-4 飛行スーツである。 このスーツは1930年に採用され、オープンコックピット時代から、Z 時代まで長く使用される一着となった。カーキ色のウールメンギャバ人混合製のつなぎであり、前合わせは隠しジッパーである。立ち入りをスナップボタンで解禁、または閉じた状態にできた。袖口と裾にジッパーがあり、着脱しやすくしている。右胸には貼り付けポケットがあり。 ジッパーで閉じられる。右足のすねの部分にもジッパーの貼り付けポケットがある。腰の左右にはスリットが入っており、飛行服の下のズボンに手を入れられるようになっていた。腰には布製のベルトが縫い付けられており、金属製のバックルで止めた。公式には1943年に陸海軍共用のアン S-31、夏季飛行スーツが A-4 飛行スーツの 大体として採用されたが、A-4 飛行スーツも使用され続け、第二次世界大戦を超えて、朝鮮戦争でも着用されていた。冬用の飛行服としては1934年5月8日に、B、B-3 ジャケットと A-3 飛行ズボンが標準服に制定された。ジャケットとズボンが分かれた最初のツーピースの飛行服である。 ダークブラウンの毛皮裏の羊皮製であり、襟と袖は毛皮の円を持ち、襟には2本のストラップとバックルがついて折り立てて首にフィットさせることができた。右の前身頃には開口部が斜めの小さな貼り付けポケットがあり、左右の腰には調整用のストラップがある。ジャケットの脇の下にはマチが取ってあり、肩にはひだが入っていた。 A-3 飛行ズボンは B-3 ジャケットと同じ革で作られており、両足に全長にわたるジッパーが付いているのが特徴である。左右の腰にもジッパーのポケットがあり、左右のすねの部分には蓋なしの貼り付けポケットがある。このズボンは重いので革とゴム製のサスペンダーが縫い付けられていた。軍人の急増に伴う市場の羊毛が不足やかさばりすぎであることなどから、 羊毛の非行服の生産は続行すべきではないという意見があったが政府が煽る愛国精神のまま増産体制を作っていた羊毛業者など関連業界の反発は激しく長くその生産は中止されなかった1944年度以降の会計年度になってようやく戦時生産委員会と農業省が原材料である羊毛の減産体制を取り口述の b 十五と A-11 ズボンへ移行することになった。戦争後期になると飛業服は革製から製造や保守が楽なコットンやナイロン製へと変わっていく。それが1944年4月7日に採用された B-15 飛行ジャケットと A-11 ズボンである。B-15 飛行ジャケットはコットン製のジャケットであり、1950年代から使用されるようになった。 MA-1 飛行ジャケットの元祖とも言える、コットン製飛行ジャケットである。前開きはジッパーで、襟はムートンが使用され、左右の腰には蓋なしの切り込みポケットがあり、スナップボタンで閉じることができる。左袖にはペンポケットがあり、肩には陸軍航空軍の気象がプリントされたものもある。1944年秋以降のものは、 左胸の部分に通信用ワイヤーを通すタブと酸素ホースの締め金を止めておくために小さな三角形タブが付けられていた。A-11 飛行ズボンは前開きがジッパーになっているほか A-3 飛行ズボンと同じく両足に全長にわたるジッパーが付いている。右の膝には V 字型の蓋が付いた切り込みポケットがある。左の膝には開口部が 縦の大きな貼り付けポケットがある。このポケットの上の部分に航空脱出用の酸素ボトルを入れるポケットが用意されている。左右のすねの外側と尻にも V 字型の蓋の切り込みポケットがついている。裾はニットになっている。非戦闘用の通常勤務制服である。貸し官兵は被服を対応されるが、将校は自分で制作する必要があり。 懐具合と相談して許可される範囲内で好みのバリエーションや布地にした。ただし、アメリカ陸軍では許可されるスタイルやバリエーションはこと細かに規定されていた。第二次大戦時の米陸軍の非戦闘用の勤務制服は M1939 勤務制服である。OD 色ウール地のシングルブレストの解禁式上着である。上着の方には ショルダーストラップが設けられ、前ボタンは、真鍮のボタンが4つだった。胸には貼り付け、ポケット、裾には切り込みポケットが2つついており、それぞれ長方形の蓋がついていた。歌詞館は、上腕部にダークブルーの大布の上に刺繍された、OD 色や、カーキ色のシェーブロンという階級章がついた。兵は、右上襟に、US の文字が入った。 イエローメタル製の丸いメダル型の気象をつけ、左上襟には、閉花章をつける。この上着の下には、上着と同じか、上着より薄い OD 色のウールかコットンのシャツを着用。モヘア、あるいは、モヘアコーンのネクタイは1942年2月までは、黒いものを着用することになっていたが、それ以降は、カーキ色の薄い OD 色に変更されている。 支給品の通常勤務ズボンの尻ポケットには蓋がなかったが落ちるのを防止するため自ら蓋をつける兵も多かった。OD 色のズボンは戦闘時にも使用されたので色調や布地の厚さにはバリエーションが見られる。1942年11月4日に商工用に OD 色のウルチの勤務服が承認された。上記の勤務制服との違いは胸ポケットの中央に プリーツが入っていて、蓋が波形になっていたことである。上襟には証拠を示す US 気象をつけ、下襟には平花賞をつけるが、召喚の場合は平花賞は使用しない。検証もつけられており、それで階級を表示する。この上着はグリーンと呼ばれており、これとライトシェードドラブ色のピンクと呼ばれるズボンと一緒に着用するスタイルはピンクグリーンと呼ばれた。 商工用勤務服には同型のカキ用も存在する。カキ用の布地にはコットン、レーヨン、ウステッド、ギャーバジンが使用され、選択しやすいようにボタンの取り外しができた。ドワイド・アイゼンハワー将軍はイギリス軍のバトルドレスが平常服にも戦闘服にも使用されていることに感銘を受け、同型の丈の短い制服の開発を受品化に命じ、その結果、 M1944 フィールドジャケットが生まれた。これはアイクジャケットと呼ばれた。当初は戦闘服にも使用される予定だったが、支給された兵士たちはこれを休暇用の外出着に取っておきたがったため、実際に戦闘で使用されることはほとんどなく、非戦闘用制服として使用された。支給数が足りなかったため、通常勤務服を裁断して、 アイクジャケットに仕立て直されたものもあった。兵士たちはこのジャケットを平常制服の上着代わりにすることが認められていた。第二次世界大戦開戦当初、アメリカ軍は看護以外の分野の女性の軍務への関与は拒否していたが、総力戦体制構築に向けて1942年5月には婦人補助部隊が創設された。彼女らの職務は、 当初事務仕事のみが想定されていたが、戦争が進むにつれて、医療補助、自動車整備、陸軍航空軍では、航空交通管制官から、飛行機整備までと、職務範囲が広がっていった。そして1943年7月1日に、婦人部隊へ改組、陸軍の補助機関から、正規機関となった。米軍では、ソ連赤軍のように女性が、 前線任務に就くようなことはなかったが、広報任務には幅広く動員された。婦人部隊の通常制服は、男性の通常制服と似たコイ OD 色の解禁のネクタイ着用の上着とスカートである。上着の腰ポケットは切り込み、ポケット、胸ポケットの蓋は飾りである。ボタンは、将校は、金メッキされた、真鍮製だが、歌詞カンペイは、OD 色のプラスチックだった。 しかし1944年夏以降は、歌詞カンペイも金色のボタン着用が認められた。襟の基調は、基本的に男性軍人と同じである。将校の場合は、両上襟に US 基調、両下襟には陛下賞をつけた。歌詞カンペイの場合は、右上襟には US の文字の入ったメダル型基調、左上襟に陛下賞が入る。婦人部隊は、 ホビーハットと呼ばれる独自の性帽をかぶった。婦人補助部隊時代の帽子の国章は飾りのついていない簡素な白頭足だったが、婦人部隊になった後は男性の性帽の国章と同じになった。後には男性と同じ性帽をこむるようにもなった。スカートは、将校はカーキ色のものが認められたが、歌詞官兵は上着と同色のスカートが支給された。 看護婦部隊には看護婦服があり、1943年には、作業用の女性用 HBT 作業服、フライトナース用のブルーグレーのウール製勤務服会、ビチジャケットなども制定された。なお、婦人部隊は、非戦闘員であるため、基本的に武器は携帯しない。例外的に戦地を飛ぶフライトナースと重要文書を運ぶ、伝書士のみ自衛用の武器の支給が認められていた。 ヨーロッパ戦線のアメリカ軍に最初の冬が訪れた時、彼らの基本的な防寒着は M1939 オーバーコートだった。このコートは茶色っぽい、OD 色のウール製のコートで、前合わせが4個のボタン2列のダブルブレストであり、喉元まで閉じることができるが、通常は一番上のボタンは外して解禁して着用した。ボタンは、 白桃和紙のアメリカ国章がデザインされた金色の新中製だった。章孔は樹脂、または造下の茶色い無地のボタンだった。左右の腰には開口部が縦の切り込みポケットがある。腰の後ろにはハーフベルトがついており、ボタンでウエスト周りを調整できた。1942年には資源節約のためボタンを 真鍮からプラスチックに変更した M1942 オーバーコートが登場する。オーバーコートは暖かかったものの雨に濡れたり、裾が泥で汚れるとひどく重くなるなど欠点が多かった。そのため野戦に不向きであり、夏季の末期のオーコートが1942年から支給されるようになった。M1938 末期ーオーコートはコットンズック製で通常は 単色のオーバーコートより竹が短いコートである。前合わせは4個2列のプラスチックボタンのダブルブレストで通常は一番上のボタンは止めずショールカラーを開いて着用した。ウェールに OD 色ウール値が貼られているのが特徴的だった。しかし M1938 は素材がゴワゴワしていたため1942年には素材を コットンポプリンに変更した M1942 末ノーコートが採用された。M1942 では上襟のウール地は廃止されている。さらに1943年には襟をショールカラーからのッチとカラーにし、ベルトやベルト同士を廃止して、制裁工程を簡素化した M1943 末ノーコートが採用されている。 末期のコート自体は1936年から研究されていたが、上記のオーバーコートが野戦向きではないという問題から1942年頃から本格的支給が始まった。なお、末期の音はアメリカ北西部インディアンの甲子島の毛布を指す言葉であり、末期のコートといった時は森林労働者の甲子島のウール性コートに由来するという。 類似の丈が短いショールカラーの襟のコートとして、昇降用ショートオーバーコートが存在した。ショールカラーと、ボタンで止める強制値のベルトが特徴である。1926年に最初に制定されたが、陸軍規則は1944年3月になって、やっとこのコートの色を、OD シェード52と規定している。末期のーコートと同様に1943年に、 ベルトが廃止されて、襟がノッチとカラーになったものが登場した。1942年12月17日に、昇降用のフィールドオーバーコートが承認された。いわゆるトレンチコートである。全ボタンは一列5個のボタンのダブルブレストであり、通常は一番上のボタンを外して、解禁で着用する。襟の裏には、ボタンとタブがあり、襟を立てることができた。 袖にはボタン付きのストラップがある。裾は歩きやすいようにまくり上げて、ボタンで止められるようになっている。左右の腰には切り込みポケットがあり、ポケット内にスリットがあり、ズボンのポケットに手を入れることができた。腰にはプラスチック製のバックルのついた布ベルトがついている。着脱式のウール製のライナーを取り付けることができた。 OD シェード2色と OD シェード7色の2色があるが、おそらく、フィールドジャケットの色調の変化に合わせたものと思われる。もともとは全階級に支給される予定だったが、記事の不足と時間の問題から将校たちの手にしか届かなかった。併用の合成ゴムのレインコートである。前合わせは、シングルブレストンのボタンで止める。海戦時の M1938。 ゴム引きレインコートでは、貼り付けポケットだったが、M1943 ゴム引きレインコートは、内側の袋が垂れ下がった切り込みポケットになっている。勤務服着用時にこむる性防である。ダークシェードの OD 色の性防であり、正面には、真鍮製のアメリカ国章の帽子がついている。バンド部分はより明るい OD 色のモヘアを編んだもの。帽子のツバと、あご紐は革であり。 アゴ紐のボタンはアメリカの国章がデザインされた新中製である。陸軍航空軍のパイロットはヘッドホンの使用や飛行服のポケットに突っ込めるよう長部の針金を取り除いて形を崩したり唾を柔らかい作りにしたクラッシュキャップの使用を認められていた。特に爆撃機のパイロットはクラッシュキャップを被るものが多かったという。50ミッションクラッシュキャップとも呼ばれ、 50回出撃した証だとされていた。ギャリソンキャップは勤務帽としても戦闘帽としても使われた略帽である。占領軍がよく被っていたため、日本人にとっては米軍の象徴のような印象がある帽子である。陸軍は第一次世界大戦中の1917年に海外派遣軍用にオーバーシーズキャップという類似の略帽を最初に 制定したが、第一次世界大戦後には廃止されていた。1926年に陸軍航空隊が創設された際に、航空隊用にギャリソンキャップが再制定された。陸軍は1930年代に機械化に着手し、1933年に装甲車や戦車兵向けにもギャリソンキャップを支給するになった。1939年には全軍将校が、 支給対象になったが、この段階でも実際の支給は、海外派遣軍の一部のみだったらしく、1941年3月25日の指令以降にようやく広く使用されるようになった。11月10日の陸軍規定で、ギャリソンキャップの名前が与えられた。1941年以降は、内国地域でも徐々に着用されるようになった。 第二次大戦中のギャリソンキャップには、丸みを帯びたマチのついた前期型、スリットが省略され、前後が垂直な中期型、簡略化された四角形の後期型の3種類がある。素材は、オーディ色のウール製、カーキ色のコットン製、少数だが、HBT 生地のものもある。兵用の略棒には、閉界色のパイピングが入っている。不評は、ライトブルー、騎兵は黄色。 公平は、黄色。気候は、緑と白。通信は、オレンジと白。公平は、黄色と白といった具合である。将校は、陛下に関係なく金と銀で。将官は金だった。パイピングが入っていないものもある。階級章はその中心部が、帽子の前円から1、2インチの位置に入っており。少位は、金の線。中位は、銀の線。大位は、2本の銀の線。 小佐は金の多くの葉、中佐は銀の多くの葉、大沢はし、小間は星の数といった具合である。HBT 作業服着用時に被る HBT 製の唾のついた作業棒である。太平洋戦線など熱帯地域で戦う部隊には戦闘棒としても使用された。通常のものは前にだけ唾があったが、周囲全体に唾がある。 ブーニーハットの形をしたものもあり、こちらはデイジー名の通称で呼ばれ、作業や訓練の際に使用された。M1941 ニットウールキャップは短い、ツバのついたニット棒である。B2、あるいはジープキャップと呼ばれた。折り返し部分を下ろすと耳から後頭部まで覆うことができる。M1 ヘルメットの下に被ることもあった。 兵士らしくないだらしない印象があり、特にジョージ・パットン将軍はこの帽子を嫌い、自らの部隊にはヘルメットの下に被る以外の着用方法は許可しなかったと言われる。M1917 ヘルメットは第二次世界大戦初めの頃まで使用されていたお皿型のヘルメットである。第一次世界大戦でアメリカ軍がヨーロッパに派遣された際に、 イギリス軍のヘルメットをそのまま採用したものである。1936年にはライナーを改良した M1917A1 ヘルメットが登場した。これのライナーはアルミ製のフレームに革が貼られ調整可能だった。またチンストラップが革製からコットン製になっている。チンストラップのバックルはフックとボールを結合させており爆風などの力が加わると ボールがフックから外れるようになっていた。このバックルは M1 ヘルメットにも引き継がれる。M1917 ヘルメットの製造は1940年まで続けられ、M1 ヘルメットが支給されるまで M1917 ヘルメットが戦場で使用された。内国の部隊は戦争後期にも依然としてこのヘルメットが支給されていた。 M1 ヘルメットは1941年冬頃から M1917 ヘルメットに代わる新しいヘルメットとして支給されるようになった。軽量の樹脂製の内棒と戦闘用の鉄棒の外棒の二重構造なのが特徴だった。このヘルメットは紹介量を続けながら1980年代までアメリカ軍で使用され続けることになる。反射防止のため塗装をざらついた仕上げにしたり、 偽装用の網をかける場合もある。戦闘ヘルメットとしての使用以外にも内棒を外して、鉄製の外棒を洗面器や鍋、スコップやハンマーの代わりにするなど様々な用途に使用されたという。落下産兵用の M1C ヘルメットも存在し、これは内棒にチンカップ付きのチンストラップが追加され、外側と内側をスナップボタンで固定できるものだった。 将校は戦役にかかわらず、M1 ヘルメットの全部に階級章を示すことが多かった。例えば将官は星の数で階級を示し、将尉は黄色い線を入れて示す。また、部隊章を全面にペイントすることもあるが、それは部隊や師団ごとの規定によるものでペイントしていない部隊の方が多い。ヨーロッパ戦役でのみヘルメットの後部には、 歌詞観は水平の白い線をペイントした。将校も垂直の白い線をペイントすることがあった。厳密に規定されていたわけではなく、寸法は様々である。レンジャー部隊は代替番号が入ったオレンジのダイヤ型のペイントを後部に入れることが多い。特に第2レンジャー代替と第5レンジャー代替でよく見られた。ヨーロッパ戦線の衛星部隊のヘルメットは白地に。 赤十字マークがペイントされたものを使用した。白字と赤十字のサイズにはバリエーションが見られる。太平洋戦線の衛星部隊のヘルメットには白字がなく石十字だけのものや、そもそもマークが描かれないことも多かった。憲兵は MP の文字が全面にペイントされたものを使用した。このペイントにもバリエーションがある。最も一般的なのは、 MP の文字とストライプを組み合わせたものだが、ストライプがないものもあるし、ストライプの幅も舞台ごとに違うし、前後に MP マーキングがあるものもある。憲兵の MP マーキングが統一されてくるのは1960年代以降のことである。後方の憲兵はヘルメットの内棒のみを使用し、その中には白く塗装されたものに MP のマーキングをしたものがあるが、これは 市街地におけるパトロール用だった。そのため憲兵はスノードロップと呼ばれることがあった。戦車内で頭をぶつけた時に頭部を保護するためのグリーンのヘルメットである。髪を圧縮して作られており、防弾性はない。頭部には通気用の丸い穴が開けられている。頭部からリベット止めの首当てと左右に方当てが取り付けられており、方当てにイヤホンを取り付けることができる。 スナップボタンのついた各部のストラップが首当てと頬当てをつなぐ。内張りのライナーは単色の革張りである。サービスシューズは米陸軍の最も基本的な履物である小豆色の革靴である。前期型はトーキャップがついていたが、後期型のものは簡略化されてトーキャップがなくなり、一体のゴム製靴底が特徴になっている。通常勤務時はこのサービスシューズの未白が、 戦闘時にはその上にレギンズを巻く。このサービスシューズとレギンズの組み合わせは、第二次世界大戦の米陸軍不評の最も一般的なスタイルだった。レギンズはキャンバスのズック製で30センチ以上の丈があった。しかしレギンズは水気を吸収して重くなる上、初期型は、ハトメの数が無駄に多かったので着脱に、大変な時間がかかり、兵に不人気であったという。 脚部を負傷した時は治療に手間取ることすらあったという。そのため後期型ではハトメの数が減らされた。ジャンプブーツは空挺部隊に支給される茶川の編み上げブーツである。丈夫なトーキャップと頑丈な靴底によって着地の衝撃に対して足を守るためのものである。そこはヒール部とソール部に分かれたツーピースでハトメは12個あった。 パラシュートに引っかからないようブーツはプレーンでフックなどを使用していなかった。1941年に最初に製造したメーカーの名前を取ってコーコランというあだ名で呼ばれていた。このブーツはアメリカ全軍の憧れであり、空挺部隊員たちもこのブーツを誇りとして見せびらかしたがった。そのため平常服を着る場合にも、 ジャンプブーツをズボンの裾を託し込んで着用しても良いという軍の許可は隊員たちにとって嬉しい特権だった。しかしその分管理は厳しいものであり、外出前検査でブーツに検査官の顔が映っていなければ不合格となり外出禁止処分にされかねなかったので空挺部隊員たちはブーツ磨きに数時間を費やした。<noise> 1943年に耐水性を強化するために 裏側のサービスシューズが導入され、革の節約のためトーキャップは省略された。これと並行して M1943 コンバットサービスブーツのテストも開始された。同じく裏側でトーキャップが省略されたモデルだが、2つバックルで止める高さ5インチの革製ゲートルが上についているためにレギンズを巻く必要がなかった。1943年に 北アフリカで試験的に導入されたので M1943 コンバットサービスブーツと呼ぶがヨーロッパ戦線でまとまった数が支給されたのは1944年後半になってのことだった。ジャングルブーツとは1942年8月に制定された OD 色のキャンバス製の布製ブーツである。靴底は黒いゴム製だった。 太平洋戦域の兵士には重い革靴より好まれた。靴紐の後ろには全長にわたって、蛇腹式の下側があった。ジャングル戦に適していた日本軍の地下旅を参考にして開発された。平常勤務服やシャツ、時にはフィールドジャケットの左上腕部に袖を舞台衣装が縫い付けられた。これを付けるか否かは師団ごとの規定による。 つけることになっている場合も目立たないようにされていることが多かった。歌詞カンペイの階級章は上着とシャツの両腕に縫い付けられた。シェブロンという山の形状をした線とこう描いた線を組み合わせた階級章になっており、ダークブルーのウール地の大布に暗いオーディー色で刺繍された階級章とダークブルーのコットン地の大布に明るいカーキ色で刺繍された 階級賞がある。この二つは、当初被覆によって区別されて使われていたが、やがてこの境界線が守られなくなり、一緒に使われる階級賞になった。暗い色の山線三本と、古線三本は総長。暗い色の山線三本と、古線一本は二等軍曹、山線二本は五長である。明るい色の山線三本と、古線二本にその間に菱形を入れた。 階級賞は、千人総長である。明るい色の山線3本は三等軍曹山線2本とその下に、t の字は五等技術兵、山線1本は上等兵である。左の前腕部には、斜線で示される、年功で章が付く。3年ごとの勤務で1本の線が入る。年功で章の上には6ヶ月の海外勤務で1本の応線が入る。 海外勤務省がつく。第二次世界大戦中は海外勤務省の方がよく見られる。他国との共同戦線時には識別用に戦闘服の腕にアメリカ国旗の正常旗を標識につけた。腕章だったり縫い付けられていたり様々なタイプがある。これはフランスとイギリスが仲が悪いことを知った北アフリカのアメリカ軍が北アフリカ中流フランス軍から イギリス軍に間違えられないようにする意図で始められたことだった。M1936 ピストルベルトは3段のハトメの穴が等間隔で並んでいるのが特徴である。弾層ポケットや M1910 水筒をぶら下げることができる。ウール製マフラーはヨーロッパ戦線の冬季装備として後方から最前線まで広く愛用された。空挺部隊は 衛星部隊から離れた敵陣に降りるため、ノルマンディ上陸作戦時には、包帯や止血隊、モルヒネ等が入った、ファーストエイドを支給されていた。M1 ヘルメットにつける、降下兵が多かった。しかし、モルヒネの使用方法が徹底されず、誤った使い方が蔓延したので回収した部隊が、多かった。第二次世界大戦のミリタリールックにおいて、アメリカ軍服は、 ドイツ軍服の人気には及ばないものの、コンバット、ラットパトロール、史上最大の作戦、プライベートライアン、バンド・オブ・ブラザーズなど、世界的に有名なアメリカの戦争映画、ドラマの中で、主人公側の軍服として盛んに描かれるため、根強いファンを持っている。第二次世界大戦のアメリカ軍服は、作業偽善とした地味さがあり、ドイツ軍のようなスタイリッシュさこそないが、 見栄えより実用性を優先した合理性があるとされる。世界に先駆けて通常勤務服と別に戦闘服のフィールドジャケットを採用したことはそれを象徴する。戦闘服と通常勤務制服が別になるのが当たり前になるのは戦後のことであり、アメリカ軍はその先駆者である。当時多くの分野で最も優れた装備を持っていたのはドイツ軍だったが、そのドイツ軍ですら、 襟元がきっちりと閉じた上着を着て、銀モールや金属製の気象、勲章などをきらめかせて戦っていた。第二次世界大戦を通じてアメリカは、当時世界で一般的だったウール製や潜伏を止め、種類が増えすぎた軍服を整理、統一することで重ね着方式を編み出した。温暖地用の制服の上に重ね着することで、寒冷地でも対応できるようにした。 その恒例が M1943 フィールドジャケットだった。レイヤー方式は戦後世界各国に採用されて今なお続く軍服の基本システムとなった。また見栄えはいいが生産性が悪い革製の飛行服も止め化学繊維製の飛行服を採用したのもアメリカだった。化学繊維製の飛行服は酸素マスクや G スーツなど 大戦末の米軍の飛行装備と合わせ、戦後世界の空軍のスタンダードとなった。第二次大戦におけるアメリカ軍服の進化は戦後、日本や韓国などアメリカ飛護下にある国々をはじめとする世界各国の軍隊や軍事的組織の軍服、征服に多大な影響を及ぼした。ありがとうございます。